前田さん、どうもこんにちは。こんにちは。どうも、いつもありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、今度新しくどこでも誰とでも働けるっていう本、まあ書かせていただいたんですけども、いかがでした？いや、めちゃくちゃ面白くて、もう面白いっていうか、あの本当に寸分たがわず、あの共感する内容だったので、なんていうんですかね、途中からなんかもう自分が書いてるような感覚になった。いやー、もうそう言っていただけるとすごい。なんだろうな、結構その本って読んでいくと、その抽象的な命題はもう言ってること一緒になっていくじゃないですか。はいはいはい。で、その命題にどんなエピソードを紐づけるかっていう勝負になってくるじゃないですか。そのエピソードだけ違うから、そこでこういうのくっつけるんだなみたいのをすごい、あの学ばせてもらったというか。ああ、なるほど。いや、一番興味を持って、僕は本当に一番最初の、あの一番最初のエピソード、あの、はい、ギブ、インターネットの時代は、ギブだった、はいはいはい、話だったと思うんですけど、あれも本当に共感してて、そこに紐づける話題が、あのなんか議事録を誰より取るのが早いみたいなやつ、ね。あ、はい、そうですね。いや、本当僕の時は、そのまだパソコンも普及したて でノートパソコンが IBM シンクパッドとか出たてで、リアルタイムで議事録取れる人が少なかったっていうのもあるんですよね。でも前田さんもそうなんですか？それって逆に意外ですけど。あ、僕は本当にあの、まあ、小原さんほどじゃないにせよ、その他の人よりも早くあのメモを取ってまとめてみたいな、それ得意だった。投資銀行の時にアナリストの話を聞いて、ああ、そっかそっか、そうですね、最初の仕事そうですもんね。そうなんですよ、やってたんで、結構そこは得意だったことなんですけど、最初はなんかこれが得意になったら、その自分が人に対して与えられるようになってとか、あんまりそういうの考えてなかったんですけど、こちらにやってるうちに気づいたら自分の競争性になって、与えるとすごいこう、なんかみんなが感謝してくれるようになって、はいはいはい、自分の周りに仲間が増えていって、うん、で、前田のメモが見たいって言ってくれるような人が増えてっていうのが、ね、それによってお客さんも増えるし、自分の売り上げも増えるし、なんかこれをあのそれこそ投資銀行でいうとお客さんに与えるだけじゃなくて、あの、前田君が書いたメモちょっとシェアしてもらえるって言って、他の本来は競争相手である他の営業にも他のあげてたんです。素晴らしい、すごいすごいすごい。なんか競争、なんか他の人がそれコピペしてお客さんに送ったら自分のそのユニークさがなくなっちゃうか、本来的にはよくわからないことなんですけど、まあ別にいいやと思って、自分はその後お客さんにメールを送った後、電話で別にあのカバーすれば付加価値をさらに上げることができるし、しかも相手は前田さんノートを読んでる状態で話せるわけですもんね。そうです、そうです、そうです。だから、まあ、割とオープンイノベーション的というか、まあ自分のやってるノウハウは全員もう仲間、その競争相手とかも含めて全部共有して、その前提でさらに自分はどんな付加価値出すのかってゲームの方が面白いなと思ってやってたんですけど、あのどうせそのなんかテキスト情報なんていうのはコピーか複製可能なものであって、それだけで付加価値って無理だと思ったからでやってたんですけど、そしたらなんか意外とそのメモを取って構造化して送るみたいなことっていうのが、あのこんなにギブしてくれるなんてって言って周りの中とか、こういう情報を先に伝えてあげようとか、割とこういう循環が起きたんですよね。ああ、そうですよね。その循環ってめっちゃ大事ですよね。こっちがギブしてあげたら向こうもギブしてくれるから、そうするとどん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 情報があの集まるし、でもっと言うと多分、いや前田さんの前ちょっと報道局で話した時のあのノートのまとめ方とか、やっぱすごくやばくて、いや結局前田さんのノートって単なる議事録っていうよりかは、その議事録にからどういうことをそのインサイトとしてまとめれるかっていうふうにその抽出してあったりとか、じゃあそれがさらに構造化すると多分こういう大きな流れがあるんじゃないかっていうふうにちょっと次元上げた、その僕があれ見て思ったのは、前田さんってそのディレクターとしての目で書いたその場のそのメモと、あとそのもう一個俯瞰したプロデューサーとしての視点っていう両方の意味合いがすごい書かれてて、面白い、だから多分そのみんなありがたがるし、でもっと言うと結局、そのディレクター前田、プロデューサー前田に情報提供するとプロデューサーの視点でフィードバックもらえるから、あ、まあ、みたいなことをその周りがどん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 
思い始めるってことですよね、うん、っていうんじゃないかなと思うんですよね、うん、なるほどなるほど、うん、いや面白いそれすごい、うん、でなんか、うん、あ、なんかあれなんですよね、すごい最近面白いなと思うのが、うん、あの本当はテイクしたいとするじゃないですか、はい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 、とするとあの逆のことをやるとあの本来望んでることが起こるって、あ、そう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 、でそれ言ってみたらショールームのモデルもそうなんですよね、うん、本当はビジネスだから、うん、お客さんがお金を払うっていうテイクを我々はしたいわけじゃないですか、うん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 、なんだけど無料で全開放してるわけですよ、うん、あのだそういう意味ではギブから始めてるサービスなんですよね、うんうんうん、だってコンテンツをすべてただで見せて別にお金使わなくていいんですよこの場はって言っているサービスが日本の動画配信アプリの中で売り上げ1位になると、うん、なんていうんですかね、お金を払わなくても見れるサービスなのに売り上げが1番になるって不思議な現象だと思って、うん、でも一方でお金払わなきゃダメだよっていうサービスがそこまで伸びなかったり、そうですよね、むしろサブスクリプション型の方がね下がっていっちゃったりとかしてるっていう話があって、まあ、これ面白いなと思ってて、だからそのインターネットはギブから始めるんだっていう話はすごい共感してて、実際自分の実態に本当に通ずるとこで、うん、あの深く共感しながら見てます。いやだからそれをすごく僕知りたくて、ね、まあ割とこのそのギブをするタイプの人間ってそのまあ、アダム・グランツっていう人が3年前に本を書いて、結局そのテイクばっかり考える人とテイクとギブのバランスを考える人と、テイクとギブのがバランスを考えずギブばっかりする人から先に始める人でいうと、そのやっぱ一番上に来るのってギバーなんですね、うん、で実はでもあの下に来るのもギバーなんですよ。なるほどでその辺を分析した本が、まあ、そのアダム・グランツの本で、ただ彼が面白かったのが、その要はこのギブする人っていうのは打算的なことを考える人は本質的なギバーじゃないっていうんですけど、その僕とかも後書きで書いたんですけど、いやむしろなんだろう、打算的に考えれば考えるほどギバーになった方が得な時代で、で僕前田さん見てて分かんないのが、本当に一挙手一足投が全部ギバーなんですよね。でだけど前田さんってもうむちゃくちゃ打算的な会社にいたじゃないですか。いました、うんうん、だから前田さんっていうのは打算的ギバーになったのか天然でギバーなのかどっちなんだろうっていうのはずっと分かんなくて、なんか変わったんですよね。なんかUBS にいる頃、投資銀行にいる時は、うん、結構打算的にギバー、合理的ギバーだったんですけど、それが染みついちゃって、なんて言うんだろうな、もう自分の行動に本当に息を吸ったりとか、あ、歩いたりとかするのと一緒な感じなんですよ。あ、だからじゃあ、なるほどね。あんまり、なんか、なんですかね。そこってなんか、きっかけってあったりしたんですか？まあ、最初ってほら、あの受付の人に絶対笑顔で挨拶する超先輩。それはやっぱり憧れの先輩を真似してっていうのがありましたけど、うんうん、きっかけか。なんか、昨日もコンテンツ東京っていう場所で、うん、あのしてて、で、終わったら100人ぐらい並んでくださったんですよ。おぉ。なんですか、名刺交換。うん。で、まあ、わざわざ遠いところから来てる人もいると思うし、うん、コンテンツも見たいだろうに、うん、わざわざ1時間ぐらい待ってる人もいて、うん、もうすごい感謝の念を、ああ、ありがたいって思ってるんですよね、これ、うん、なんか、うん、だから一人一人やっぱりこう、あの来てくれたら、うん、目を見て握手して、名刺も交換して、うん、まあ、欲しければ名刺にもサインもして、うん、あのなんか、その人の悩みとか質問とかもちょっと聞いたりとかして、うんっていう結構深いコミュニケーションすごいやってたんですよね、うん、で、それをあの客観的に見てる人たちがなんかよくあそこまでできるねとかっていうことが言ってるんですけど、うん、あそこまでやるっていう感覚がないんですよね。そうそう、なるほど。いやでもそれってね、実はまあ日本でもその流行ってるマインドフルネスってあるじゃないですか。で、マインドフルネスの最終的な状況って何かっていうと、自然と目の前にいた人が幸せでいてほしいということが、あの最初に湧き上がる感情であるっていうことがマインドフルネスなんですよね。だから多分もう
この状態になっちゃってるんでしょうね、前田さんって。なんかそうなんですよ。うん、なんかね、そう、なんかそういう、だからそれこそ彼女できたりとかしたら多分大変で、なんでかっていうと、それ、本当、つまりセレクティブじゃない。そうだよね。うん、だから本当に、その隣人以外ですよね。そうだ、本当愛情ってもっとセレクティブに自分が好きな人とか愛する人のためだけに向けた方が、うんうん、まあその愛する人は喜ぶ嬉しいわけで、うんうん、同じようなことを他の人にしないでよって思ってしまうかもしれないからどっかでスタイルを変えていかなきゃいけない。いやそんなことないと思いますよ。でもそういうことを それがまあ前田さんの良さだって分かってくれる人がいればいいし、多分だって今のそれを語ってる前田さんの表情自体がすごくいい表情だから、まあ、ちょっとさっきも別で話したけど、やっぱりこのじわってくる幸せって本当にナチュラルに出てるものってオキシトシンっていうホルモンが出て、これってそのリタホルモンって呼ばれてるんですけど、他人も引きずるんですよね。だから、はいはい、うん、だから本当に今みたいなこの動画見てる人も絶対に今ね引きずられてるはず。オキシトシン出てる、うん、できて、出てる、出てる。で、いや、でも思ったのが、今思ったのって、まさに、前田さんが好きな、利権の権を提唱した、世阿弥が、同じように、守破離って言葉を言ってるんですね。で、みんな、守破離って、まあ、最初は徹底的に守って、うん、意識的に先人のものを真似しようよ。うん、で、その裏にある意味とか考えずにひたすら真似しようよ。で、歯っていうのが、やがてちょっとずつ自分流を入れてって、破っていく。殻を破っていく。で、理っていうことを、みんな、真似から離れて自分流になるっていうふうに解釈する人多いんですけど、実はこれ間違ってるんですよ。世阿弥が言ってる守破離の理って、実は利権の権に近い話で、要は、自分の意識がない時でも自然ともうその行い立ち振る舞いってのが完全に無意識のうちにできるようになる。だから自分の意識が離れても自然とその行動がにじみ出るようになるってことが守破離の理なんですね。むしろ確かに理って言葉使ってますけど、そういうことなんだ。うん、だから多分前田さんの打算的ないい人ってもう守破離の理のステージに入っちゃってるんですよ。なるほど、うん、そうなんだ。だから多分前田さんって利権の権もすごく大事にされてるじゃないですか。だから多分自然と相手のことありがたいなって無意識に思ってる自分と、一方で、この無意識に、相手をありがたいなって思ってる自分を眺める自分もいるでしょう、多分。うん、います、います、います。だから、どっちも嘘じゃないんですよ、多分もう。そっか、うん、すごい、なんか、整理できた。確かにそうですね。うん、でも、多分、そのステージに入れてるのって、さっき、言った、議事録とかを、もう、とにもかくにもいろんな人にギブして、意識的に。で、意識的にいろんな人からフィードバックもらってっていうことを、やっぱりやり続けたからだと思って、でそういうのを圧縮経験って言うんですよね。ああ、圧縮経験、うん。うん。だからいかに、普通の人が、この守破離のステージっていうのを時間かけるところをどれだけ凝縮してやるか。で、この凝縮って、さっきの利権の件じゃないけど、どうやって自分が、今、心が動いたんだろうとか、相手がどう思ってくれたんだろうみたいなことをひたすら繰り返すってことを複数回やると、一人の人が一回しか経験してないところを、多分、前田さんって、ああ、きっとあの時ってああなんだ、こうなんだ、みたいな。で、しかも回数も多いから、多分、事情で経験するから、普通の人がなんだろう、20年、30年かかる、ダライラマな世界なわけですよ。本当に、目の前の人をただ愛するみたいな。だってあの人って本当に各地に行くと本当にもう地域にいるね、方を本当に心から抱きしめてるじゃないですか。うん、まあ、ああいう境地っていうのに多分至る道っていうのが議事録ギブしてみたいな
ところから来る圧縮経験って話だと思うんですよ、ね、確かにそのきっかけを考えてたんですけど、あんまりきっかけっていうことなくて、うん、気づいたらそうなってるんですよね。まあ、だから、そういう意味では圧縮経験を一定期間経て、そういうことが起きたんだなと思ってて、うん、まあ、だから、なんかトリガーがあったわけではないんですけど、うん、そういうところまで圧縮経験を経ると、そうなるのかもしれない。そうですよね。いやだから僕、なんだろう、前田さん見ててすごく思うのは、やっぱり努力の天才だと思うんですよね。いやなんかみんななんか天才って一括りにしちゃうんだけど、やっぱり すごいプロセスを回して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 ってやられてて、いやだからそういう意味で、そのなんだろう、真似できる天才って前田さんじゃないかなと思って。うん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 。確かに。真似できないタイプの天才もいますもんね。うん、そう、落合陽一なんて絶対無理なんですよ、あれになるのは。別ですよね、落合さん。なんで、そういうのがなんか周りに広がればなと思いました。なんかいっぱいいろんなこと話したかったんですけど、もう15分喋っちゃってるんで。はい。いや、ほんと、今日もありがとうございました。いや、本読んでて、はい、スナックが好きなんですけど、うん、あの、その、スナックの映像が頭に思い浮かぶ瞬間がたくさんあったんですよ。ほう、ほう、ほう、ほう。そう、で、だからすごいなんか、この本印象深くて、記憶に残ったんですけど、うん、それで一番強烈だったのが、やっぱ一番最初の、あの、ギブの話だったんです。ああ、まあそうですね。ああ、でもその通りだ。うん。でも、うん、スナックって、お金払わせてくれみたいな気持ちになるんですよ、うん、そうですね、そうですね。うん。で、なぜかっていうと、お店がギブしてくるから、すごい、うんうん。っていう、そのなんか、やっぱ、自分が今、すごい研究対象として大事だな、面白いなと思ってるスナックの本質をうまく抽出して、あの、こう、まとめられてる本だなと思って、うん、なんか、うん、単純に共感するだけじゃなくて、左脳で共感するだけじゃなくて、結構僕、イメージで、ゲームベースで共感するんですけども、すごい頭の中にそのスナック あの自分の思い出の映像がたくさん多かって、うんうん、なんかそういう意味でもあのとても味わい深い読書経験、うん、いやでもそうですね、いやでもそれは本当そのよく僕は半径5メートル あの獣道を見つけた方がいいよっていうことを最近言っていて、そのインターネットっていい面も悪い面もいっぱいあって、そのこれ梅田もちおさんが言ってたことなんですけど、そのやっぱりインターネットの恐ろしいところは地の高速道路を作っちゃったことだと。はいはい、だからそのどんなに努力しても、あの同じ知識を後ろの人たちは高速にコピーして学べるから、もうジェットエンジン積んでくるわけですよね。でしかも、もうあと5年ぐらいしちゃうと、その日本語ですら多分こうやって喋ってる言葉もリアルタイムで自動翻訳できるようになっちゃうから、言葉の壁もなくなっちゃうんで、で、そうすると、そのインドネシアとかアフリカでもう、もうハングリー精神で、もう血眼で努力する人たちがインターネットで学習して、もうジェットエンジンで来るわけですよ。だからもうそうすると、もうひたすらこの地の高速道路って最前線を走るしかない道路になっちゃうんですよね。もちろんそこで戦うやり方もあるんだけれども、本当にスナックみたいに、もうおばちゃんの声聞きたくて来たわとか、うん、いや、やっぱりなんか僕、小原のよう分からん、なんかインターネットの解釈、ちょっとまた聞きたくなってしもうたわみたいな、そういうなんか偏愛っていう偏った愛の獣道。うん、っていう生き方もあって、で、なんでかっていうと、結局ショールームが今そうだと思うんですけど、今までこの半径5メートルの獣道って、インターネットの時代じゃなかったら、自分一匹通った後に、次同じ道通るやつって、なんか15年に1回ぐらいしか通らない道の可能性ってあるわけですよね。ありますね。でもインターネットのだと、バスへのスナックでも、そのおばちゃんを愛してくれる人がフラッと現れやすい。うん。だから、そう、だから本当はその半径5メートルぐらいしか、その人を選べないような場所なんだけど、インターネットだと世界中からこの5メートルに集まってくる。うん、北海道から沖縄からアムステルダムから、うん、パプアニューギニアから集まってくれる。
うん、だそういうこう獣道をどうやって自分で作っていくんですかっていうことのノウハウってすごく大事だと思っていて、うん、でそれが多分スナックって話じゃないかなと思うんですよね、はい、うん、まあ、またちょっとぜひこの辺の話もいやちょっと今のテーマでもまたもう10分20分そうですね、話したいですね。あ、だからぜひその辺のあれです、そのどうやってショールームがその獣道を出会いやすくしてるかっていう僕なりの解釈ってあって、今度ぜひそれをあの、はい、IT ビジネスの実践編で、はい、お話しさせていただければと思いますんで、はい、またよろしくお願いします。ありがとうございます。結局20分以上喋ってしまいました。はい、まあでも楽しいからいいや。ありがとうございました。はーい。